ソフィア・アスガートブ・ナグ・バイドゥーリナは、ソ連邦のタタール自治共和国出身の現代、音楽の作曲家。ロシア語のキリル文字表記では、であり、カナで転写すると、サフィア・アスガートブ・ナグ・バイドゥーリナとなる。タタール語では、ゼー、タタール自治共和国のチーストポリに、タタール系の父親とロシア系の母親の間に、生まれる。野原に出ては作曲家になりたいと祈る傍ら、 遺婚に惹かれるような少女であったという。1932年に家族で火山に引っ越す。1946年から1949年まで火山音楽ギムナジウムでピアノと作曲を学び、1949年から1954年まで火山音楽院で作曲をアリベルトレーマングレコリー・コーガンのクラスで学ぶ。百五十四年に同校を卒業して、 モスクワ音楽院に進み、ユーリーシャ・ポーリンのクラスで学び、その後作曲を、ニコライ・ペイコピアノを、ヤコフ・ザークのクラスで学ぶ。さらに、モスクワ音楽院の研究生として1963年まで、シェバリーに指示し、卒業した。ソビエトロシアで修学中に、新しい音律を探求したために、いい加減な音楽との楽園を押されたが、ショスタコービチの指示を得た。 ショスタコービチはグバイドゥリーナの卒業試験でこれからも誤った道に取り組み続けるように激励したという。1970年代半ばに作曲家仲間のビクトルススリニア、ビャチェスラフ・アルチョー・モフラと民族楽器を用いた即興演奏グループアストレアを結成。1980年代初頭にギドン・クレーメルの用語を得てバイオリン競争曲、 オフフェルトリウムがソ連邦の国外で演奏され、これが現在の国際的な名声のきっかけとなった。その後に T.S. エリオットの霊的な詩集に啓発を受け、この詩人へのオマージュを作曲している。ペレストロイカが始まり、以前にもまして名声が高まるとソ連を出て西ドイツに移住した。現在もドイツを拠点に自由な作曲生活を謳歌している。 2000年に、タンドゥーン、オスバルド・ゴリホフ、ボルフガングリームの3人と共に、シュトットガルト国際、バッハアカデミーの移植によって、新ヨハネ受難曲を作曲。これに続いて、ハノーハー放送局の移植によって、さらに、ヨハネ福音書による復活サイオラトリオを完成させる。これらの2曲は、イエス・キリストの死と復活を描いた2部作と呼ばれ、 今のところグバイドゥーリーナの最大規模を誇る作品となっている。なお、新ヨハネ受難曲というのはあくまで俗称であり、作曲者自身はヨハネ受難曲と名付けている。2005年にはベートーベンの公共曲第5番に習った週末の巧妙がプロムスで上演されている。グバイドゥーリーナの作品は楽器の得意な組み合わせが特徴的であり、 ロシアの民族楽器であるバヤンや日本のことを西洋のオーケストラと組み合わせたり、打楽器とサクソフォーン、四重奏を組み合わせている。また、スクラビン博物館において一時的にシンセサイザーが設置された際、いち早くこの電子楽器に興味を示し、ソ連における電子音楽の先駆者ともなった。聖教に改修したタタール人として、 キリスト教の神学や神秘主義を題材とした作品を数多く手がけており、宗教曲も数多い。1999年には NHK 公共楽団の移植で一人の奏者による三面のこととオーケストラのための受影にてを作曲している。太陽の三加はロストロポービチに検定された。日本ではペレストロイカ以降に旧ソ連の水面下で活動を続けた。 作曲家の一人として紹介されると、竹光徹や高橋雄二によって支持された。竹光は、オリビエ・メシアンの曲に出会った時以来の衝撃と絶賛し、高橋は1990年代に演奏家として、グバイドゥーリナの作品に取り組んでいる。初期作品では、特殊奏法への偏愛や、曲全体を貫く上昇ラインなどに、現在の作風の方がうかがわせている。 即興演奏においてもグバイドゥリナは一つの音を必要に連打する音恵を好んでおり、その後の作風への直接的な関連が認められる。西側に紹介された頃には極めて単純な素材を持ちつつ、それらの呪術的な積み重ねにより圧倒的なクライマックスを築き上げるという作風にたどり着いていた。時には三話音や境界戦法などがむき出しで、 用いられることも多いが、それらが一切従来の音楽的意味をなさず、単なる音響として常に性的に処理され、それらの持つ緊張感の積み重ねによってのみ音楽が進行する。1980年代初頭に楽曲構成の手段としてフィボナッチ数列を用いるようになる。この手順は作曲原理が得られるだけでなく、形式の息遣いが許されるというので、 魅力的に感じられたらしい。この手法による作例に、十二学章の公共曲、声、沈黙、知覚、対処にリズムありきが挙げられる。その後の福音書による作品群は、部分的にフィボナッチ数列を援用している。グバドゥーリな作品の大きな特色は、椅子を奏者が持ち歩いたり、三話音を単純にマテリアルとしてパネル化したり、 西洋的な時間軸を意図して放棄することである。管弦楽曲でも中央に据えられたバイアンはオーケストラとは全く無関係に蛇腹の押し引きを繰り返し東洋哲学にも似た超越的な時間感覚を想起させる。ただし21世紀に入り職を多く受けてからのグバイルーリナは単一の指揮者によって単一のリズムが打ち鳴らされるなど 従来の西洋音楽のあり方に似せて、かつての前衛色は薄くなってきている。作品は、シコルスキ社とシャーマー社から発売されている。ありがとうございます。